8月14日午前10時、一人の報道カメラマンがここに駆けつけ、カメラを回し始める。ファーストカットは上流からのパン。そこに不思議な光景が映し出されていた。こういう状態です。18人の男女が身を寄せ合って水と戦っていた。赤子、子供なんです。現場には消防、警察合わせて11名、うち2名のレスキュー隊員が山を越えて対岸にいた。豪雨で水かさは増し、濁流は腰のあたりを洗っている。100メートル下流に小さな滝、そして18人は断崖絶壁にいた。ここに別のグループが撮った前日の写真がある。向こう岸でキャンプを張る18人の姿が写真の隅に写っていた。そして前日の天気予報。今夜もですね、はい、また大雨情報が出てるんですね。そうなんですか。ここに弱い熱帯低気圧があります、はい、あんまり動かないんですよ。ずっと関東のあたりに停滞しますんで、明日は昼間も少し強い雨に注意が必要ですね、はい。にも天気予報は的中する。管理事務所や警察も避難勧告を繰り返した。翌朝、増水に気づいた18人。しかしすでに手遅れだった。ヘリコプターを呼んでくれ。濁流の中、懸命な訴えが伝わってくる。この時点ですでに現場の警察、消防はヘリの出動を要請。10時半ごろ、現場では救命ロープ発射銃による救助が試みられていた。リードロープの発射。1射目は対岸の木に引っかかり失敗。そして15分後、ようやく対岸のレスキュー隊員に届く。もどかしい時間が続く。頑張れ。しかし1射目のロープが邪魔をする。全員総出でロープを引くものの、太い綱を対岸に渡すことができない。11時を過ぎ、岸に絶望感が広がり始めた。この頃カメラはむずかる子供にキスをする母親の姿を捉えている。パラソルも流され、18人の体力にも限界が近づいていた。そして11時40分。かろうじて助かった子供です。かろうじて助かった子供です。この日投入された救助隊員は延べ400人以上に膨れ上がっていた。大人の姿、1人デイパックを背負ってゆっくり元気そうに歩いています。今先ほど救出された子供をしっかりと腕の中に抱いています。前日の天気予報。